ヨーロッパアカザエビはアカザエビ科に属するエビの一種。体色は薄橙色で全長25センチメートル程度、ヨーロッパで最も重要な食用甲殻類である。アカザエビ等の近縁種がアカザエビ属に移動されたため、ヨーロッパアカザエビ属唯一の原生種となっている。大西洋北東部、地中海に生息するが、バルト海、黒海では見られない。生態は巣穴の中で生活し、夜間に外に出て多毛類や魚類などを食べる。英語ではノーウェイロブスターやダブリンベイプローン、フランス語ではラングスティーヌ、イタリア語ではスカンポやスカンピなどと呼ばれる。海ザリガニに比べると細身であるが、その形態は典型的なアカザエビ科のものである。体色は淡い橙々で、通常は全長18から20センチメートル、最大で25センチメートルになる。第1から3脚はハサミ足となるが、特に第1脚にはトゲがあり大きい。2体の触角のうち、第2触角は細く長い。顎角は長くトゲがある。複眼は人型で、ここからギリシャ語のニュイプシロンファイロオープスに由来するナフロップスという属名が付けられた。大西洋北東部や北海に生息し、北はアイスランド、ノルウェーから、南はポルトガルに及ぶ。アドリア海北部を除き、地中海には少ない。黒海、バルト海には分布しない。非常に細かい堆積物状に生息することから、分布はまばらで、30以上の個体群に分けられる。生態が数百メートルを超えて移動することは少ない。巣穴生息深度は20から800メートル。生態は、汁と粘土を 40% 以上含む泥底を好み、巣穴を掘ってその中で生活する。巣穴は通常深さ20から30センチメートル、長さ50から80センチメートルほどになり、そこを離れるのは、節時、繁殖の時だけである。捕食者、または腐肉食者であり、夜間に巣穴から出て、多毛類や魚類などを捕食する。捕食にはハサミ足やフ足が用いられ、顎足によって口に運ばれる。体表からは付着生物として、ハナフジツボやCyclogyra属の有孔虫などが報告されているが、その数は他の10脚類に比べて少ない。1995年12月、本種の後期から語り共生生物である。シンビオン属のパンドラムシが発見され、新しい門、有林動物門が建てられた。これに関して、サイモン・コンウェイ・モリスはここ10年で最大の動物学的発見と評している。この生物は、大西洋、地中海双方のヨーロッパアカザエビ個体群で見られ、付着部位は、大顎から第三顎足に集中している。最も影響の大きい寄生虫は、ヘマトジニウム属のウズベンモウモで、1980年代から本種の漁獲量に影響を与えている。このウズベンモウモは様々な10脚類に寄生するが、その分類は遅れている。これが寄生することで廃校に色がついて不透明となるほか、血液が乳白色となり、瀕死になる。これらの症状は脱皮後症候群として知られる。他の寄生虫としては、クレガリナの一種ポーラスパーナフロピス、宮中のスティコカータリーナフロピスエビアドリゴ海科の一種、ヒストリアブデラホマリなどがある。成熟し抱卵している、メスのヨーロッパアカザエビ寿命は50年だが、最大で15年というデータもある。生態は、晩冬から春にかけて、オスは年に1から2回、メスは1回脱皮する。その後、メスの殻が柔らかい状態で交尾が行われる。卵巣は夏に成熟し、初秋にかけて抱卵する。抱卵中のメスは、卵の孵化まで巣穴の中に止まる。生息域の南部では概ねこのような生活感を持つが、北部では多少異なる。卵の孵化は、水温が低いほど遅くなるため、高緯度では、翌年の繁殖期までに卵を孵化させることができない。この場合、メスは1年おきに繁殖することになる。スコットランドで水揚げされた本種ビブはスキャンピとして食材となる。魚介類のパエリアには丸ごと用いられる。漁業上の重要種であり、トロール網などで年に6万トン漁獲されるが、その半分はイギリスの EEZ 内で漁獲されている。本種の漁業における廃棄率は非常に高いが、その廃棄物によりヌタウナギのような腐肉食者の餌の 37% が賄われているというデータもある。また、プレースやタラなども大量に混獲されるが、これらの魚種による収入は漁の続行に不可欠だと考えられている。カール・フォン・リンネの自然の体系第10版で記載された種の一つである。この際の学名はキャンサー・ノービジカスであり、模式産地はノルウェー海とされた。その後レクトタイプの選定にあたって、リップケホルトホイスはスウェーデン南部、カテガット海峡に面したクーレン半島に産した個体を選んだ。シノニムの一つとして、1814年に地中海産の個体に対して命名されたアスタカス・ルゴススがある。1814年にウィリアム・エルフォード・リーチにより、ヨーロッパアカザエビ属が建てられ、本種はそこに移された。その後、この属には7種の化石種が含められた。地中海の個体群は、変種ナフロップスノービジカスバリエーション、マリリノリスザリキ、1935として分離されることもあるが、このタクソンは広く認められてはいない。ありがとうございます。